こんにちは。光皮膚科クリニック院長の篠田です。今日も症例画像ですね、ある症例画像を用いて皆さんに解説するんですけれども、まあ、今日はちょっと特殊で、レーザー治療を行わずにスキンケアと、あといつも言ってるハイドロキの美白剤なんですけど、その保存的に治療してどこまで綺麗にできるのか、まあそういった話をしようと思います。今日のお話はですね、レーザー治療をしないでホワイトニングをやった、まあそういったケースなんですけれども、まあこちらの画像をご覧ください。で、今回のこの方の特徴としては、くっきりとしたシミっていうのはないんですけれども、全体的にもやっとした色素沈着、それと肝斑が見られる、まあそういった症例でした。で、こういったケースの時にレーザー治療、まあいわゆるピコレーザーですね、シミ取りのレーザー治療を出てもなかなか効果が出ない。まあ色素沈着が出るだけで、それが最終的には消えるんだけれども、最初と半年後ではっきりと結果が出ないっていうような、そういった予想が立てられたので、この方にはレーザー治療は進めず、スキンケアとハイドロ機能、それだけで経過を見てみました。具体的にどういうスキンケアかっていうと、この方、オイルクレンジングだったり拭き取りだったり、そういう肌に刺激の強いタイプのクレンジングをされていたので、まずはクレンジングをマイルドな方法に変えていただきました。クリームクレンジングに変えて、優しいソフトなクレンジングにしていただくということと、あといつも言っているようなトラネキサム酸とビタミン C の内服を長期的に続けていただくこと、まずはそれを始めてもらいました。その後にハイドロキノンですね。ハイドロキノンっていうのはメラニンの酸性を抑えるという効果がありますので、こういった肝斑だったり薄いシミ、そういったのには効果的です。それを続けていただいてどうなったかっていうと、こちらの画像が2ヶ月後の画像になるんですけれども、全体にもやっとした色調があったのが明らかに白くなったのがお分かりかと思います。まあなかなかこの動画のちっちゃい画像では判別がつかないかもしれないんですけれども、ご本人さんも非常に白くなったと、周りからも白くなったというような実感を得ております。で、半年経つと、まあここまで、ホワイトニングが可能となっております。で、実際にこの初診時と半年後の画像を見比べてみますと、全体の色調が明るくなって、なかなか動画では判別つかないと思うんですけど、この薄くあったシミが、まあ、全体を通して白くなっているっていうのが確認できるかと思います。で、今回のまとめなんですけれども、まあこういうふうにですね、肝斑があって、そして全体的な、おそらく摩擦による色素沈着がベースにある。まあそういったケースでは、無理やりレーザーを当てることなく、スキンケアと、いつも言ってるトラネキサム酸、ビタミン C の内服、まあそういう保存的なケアで、結構なところまで白く持っていくことができる。まあそういった症例を今回は提示させていただきました。ハイドロキノンについても、副作用といいますか、刺激症状が出る方がいらっしゃいます。まあ赤みだったり、比率で、人によっては接触皮膚炎、まあ、いわゆるかぶれですね、まあ、そういったのが出る方がいらっしゃいますので、そういう副作用に対して正しいケアをできる、まあ、そういった施設で治療されることをお勧めします。今回は以上です。